はい、今回の動画はですね、神奈川中央交通オリジナル、三菱ふそう、エアロスター、QNG、MP38FK のトミカを開封したいと思います。ちなみにね、小田急ファミリーフェスタのね、まあ、かな中のブースでね、950円で購入しました。もうじきね、多分定期券販売所でも買えると思います。はい。ここに来てね、1100円からね、950円にね、150円値下がりしましたね。っていう感じです。で、あとね、ミンクルじゃねえや。カナミンのね、ぬいぐるみも購入しました。これはね、定価1500円だったんですけどね、今回ね、まあ、小田急ファミリーフェスタ限定でね、まあ、1000円で買えたんで買いました。まあ、そんじゃね、この箱の方から開けていきたいと思います。はい、それではね、トミカから開けていきたいと思います。はい。はい、こんな感じですね。今回もシールになってますね。はい。行き先はシールですね。なんでしょうかね、最近の限定トミカなんかシールにする必要があるんでしょうかね。前、ちょっと前に買ったね、川崎市バスもね、なんかシールあったんですけど、今回はまたまたシールですね。はい、これで多分150円コストダウンしたのかなと思いますね。はい。で、続いて二つ目開けていきたいと思います。まあ一応ね、訴訟を起こすためにね、三つ全部開けときたいと思います。やっぱりね、万が一傷とかね、塗装不良あった時にね、訴訟を起こせないと困るんでね、やっぱ全部開けていきます。はい、こんな感じですね。はい。シールはセルフって感じですね。まあ、これで150円コストダウンできたらいいんじゃないでしょうかね。ちなみにね、今回シール貼るのは1個だけにしておきます。あとはね、ドリームハイツ行きとかのね、方向膜貼る予定なんで、まあ、今回シールは1つだけしか貼りません。っていう感じですね。はい、というわけでね、こんな感じで3つとも箱から出しました。こんな感じですね。ついにね、俺が一番欲しかったね、カナチューの新型エアロスターのね、トミカが発売されましたね。非常に嬉しいです。はい、こんな感じですね。一番右がね、自作したね、新型エアロスターですね。やっぱ自作したものに比べるとね、やっぱ色が、黄色の色が濃いですね。まあ、カナチュー色の塗料ってなかなか売ってないんでね、こういう色になっちゃうのは仕方ないんですけどね。やっぱり本物のトミカはいいですね。詳しく見ていきたいと思います。前面はね、こんな感じですね。車両番号は津の32となっております。まあ、津久井営業所の32番ってことですね。はい。なんだか安楽死させられそうな車両番号ですね。はい。で、側面もね、津の32となっております。で、後ろがね、こんな感じですね。後ろだけね、ちゃんとナンバープレートが貼られています。はい。前面だけね、ナンバープレートはシールとなっております。で、反対側の側面です。こんな感じですね。なかなかリアルでいい感じですね。ちゃんとノンステップバストも書かれております。はい。ここにもね、ちゃんとカナチューって表示がされてますね。っていう感じですね。で、続いてシールを見ていきたいと思います。シールはね、2種類膜が設定されております。はい。一番上がね、この車は橋本01系統三陰行きでございます。で、二つ目が、この車は相模原19系統法政大学行きでございます。となっております。まあね、なんか2種類膜が選べるっていうのはね、前回より良くなったのかなと思います。ただね、膜は自分で貼らなきゃいけないっていうのがちょっと面倒ですけどね。まあでもその点考えれば結構いいのかなと思いますね。まあちなみに今回ね、膜は1個しか貼りませんけどね。まあ残りの2つはね、まあ戸塚営業所の膜にしたいんで、まあ今回は貼りません。まあナンバープレートだけは貼っときますけどね。っていう感じですね。はい、というわけでね、こんな感じでシールが貼り終わりました。川崎市バスに比べるとね、だいぶシールが貼りやすかったです。前面の方向膜の行き先は、この車は橋本01系統三陰行きでございます。となっております。続いて側面を見ていきたいと思います。側面はね、ここに方向膜があります。で、後ろがね、こんな感じでね、三陰行きとなっております。続いて、カナミンのぬいぐるみを開けていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ネズミがモチーフになってるんでね、ここにね、ヒゲが生えております。で、後ろの説明読んでいこうと思います。はい。カナチューマスコットキャラクター、カナミンと書いてあります。で、後ろの説明見ていこうかな。名前カナミン、種類ネズミって書いてありますね。もうネズミって堂々と認めておりますね。で、誕生日がね、6月5日です。で、出身神奈川県。所属、神奈川中央交通株式会社、カナチューとみんなをつなぐかって書いてありますね。まあ、この人は、この人じゃないな、このネズミはね、運転手ではないってことなんでね。まあ、バリバリ多分、上の管理職かなんかだと思いますね。はい。で、好奇心旺盛で、お出かけが大好き。実は照れ屋だけど、カナチューとみんなをつなぐお仕事頑張ります。メイドインチャイナって書いてありますね。結局中国人みたいですね。神奈川県出身と偽っときながら。っていうのがね、判明しました。っていう感じですね。はい。
で、このね、黒い帽子はね、カナチューの運転手が多分してるやつだと思います。で、一応多分男性用だと思うんですね。もうオスかメスかわかんないですけどね。バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は終点東戸塚駅東口、胃腸科整形外科藤野クリニック入り口でございます。